聴解試験を始める前に音を聞いてくださいまだ問題用紙を開けないでください音がよく聞こえないときは手を挙げてください天気がいいから散歩しましょう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  日本語能力試験、懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えない時も手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。 男の人が電話で演劇のチケットを予約しました。男の人はチケットをどのように受け取りますかはい。確かにご予約受けたまりました。では、チケットのお受け取り方法についてご説明いたします。はい。公演日まで8日以上ある場合はご郵送させていただいておりますが、すでに6日前となっておりますので、当日、 劇場にお越しいただいた際に、窓口横に設置されている券売機でお受け取りください。その際、予約番号が必要になります。お客様の予約番号は134ですのでお控えください。あの、当日は混みますよね。前日までに取りに行ってもいいんですか申し訳ございません。予約されたチケットの発行は、その日でないとできないことになっているんです。 そうなんですか男の人はチケットをどのように受け取りますか2番。2> 図書館で 女の人と図書館の人が話しています。女の人はこの後、まず何をしますかすみません。利用者カードなくしちゃったみたいで。今日再発行してもらえるでしょうか紛失ですね。まず仮のカードを発行して、1ヶ月間はそちらをお使いいただく決まりとなっております。ご住所とお名前が確認できるもの、何かお持ちですか今は持ってませんが。 家近いので、すぐ取りに帰れます。健康保険証でもいいですかはい。えっ、ー、と、紛失届も書いてもらわないといけないんですが、先に必要なものをお持ちいただくのがいいですね。わかりました。あの、仮のカードって何か制限があるんですか予約してた本が届いているはずなので、どうしても今日受け取りたいんですが。インターネットの予約サービスなどに制限がありますが、貸し出しの制限はありません。 ご予約の本も本日貸し出してきます。そうですか。でも仮ってことは正式なカードじゃないんですよね。ええ。仮のカードを使っている間、紛失されたカードをもう一度よく探していただけますか一ヶ月経っても見つからなければ、またこちらの図書館カウンターに来てください。再発行の申し込み書に記入していただきます。わかりました。 女の人はこの後、まず何をしますか。三番大学で環境美化サークルの女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこれから、 何をしなければなりませんか先輩、相変わらず大学の中ゴミが落ちてますよね。うん。ポイ捨て禁止のポスター、大学のいろんな場所に貼ったのに、あまり効果上がってないね。すごく目立つって友達は言ってましたけど、もっと貼りましょうか。ポスターを増やしたところで、学内のゴミがゼロにはならないでしょねえ、みんなの前で呼びかけてみてよ。 皆さん、ゴミは必ずゴミ箱に行って、僕がマイク持って言うんですかうーん。他のメンバーからは、授業の空き時間にゴミ拾いの活動をしたらどうかって案が出てたけど。そうですか。やってみますか。でも、メンバーだけでやってもね。大学全体の意識を高めないとダメだよね。確かに。あいつら偉いなーなんて、人事って感じで見られてても困りますよね。 ゴミを拾うんじゃなくて、拾うゴミがない状態を目指すべきじゃないそれでポスターを作ったんですもんね。じゃあさ、やっぱりマイクじゃないいいですけど、他のメンバーにも声かけてくださいよ。もちろん。でも、一度一人でやってみて。それからサークルのメンバーに提案するってのはどうわかりました。 男の学生はこれから何をしなければなりませんか ?4 番。会社で上司の女の人と部下の男の人が話しています。男の人は 今日から何をしなければなりませんか伊藤さん、ちょっといいですか森川さんから電話があって、森川さん骨折して昨日入院したそうなんです。え、そうなんですか早ければ一週間ぐらいで退院できるらしいんですけど、それで森川さんの仕事を一部やってもらいたいんですが。はい。急ぎなのは給与計算でしょうか今月分の給与計算は済んでるそうなんですが、 日々発生する業務は早速今日から分担する必要があって、一日の売上をその日のうちに出すのと、取引先への代金の支払いと。はい。どっちか一つお願いしたいんですが、そうですね。支払いの方を私がやります。わかりました。あの、森川さんがやってたお客様への請求書の作成もできますが。ありがとう。それは他の人に頼みましたから。じゃあ、忙しい時期に申し訳ないけど、よろしくお願いします。 男の人は今日から何をしなければなりませんか ?5 番女の人がアルバイト先の店長と話しています女の人は新しいバイトの人に まず何を教えなければなりませんか失礼します。店長、お呼びでしょうかうん。実はちょっとお願いがあってね。来週から新しくバイトの人が来ることになっているんだけど、その人の指導をお願いできないかなはい、わかりました。具体的にはどんなことを教えたらいいでしょうかうん。 まずはレジからかな。いや、注文の取り方とか料理の出し方も教えないといけないね。それから皿洗いもね。はい。あの、まずは何からがいいでしょうか。そうだね。覚えなければならない仕事がいろいろあるし、最初からお客さん相手だと何かミスがあった時大変だから、最初は接客以外の仕事から覚えてもらうようにしようか。はい。 わからないところがあったらまた相談させてください。うん。じゃあよろしくね。女の人は新しいバイトの人にまず何を教えなければなりませんか 6番。日本語のクラスで先生が話しています。学生は来週の試験までに何をしなければなりませんか来週は読解の試験があります。試験では今から配る論説文を使います。試験でこの論説文に関連する問いに答えてもらいますので必ず読んできてください。要約などしてくる必要はありませんが、 難しい言葉があるので意味を調べて書き込んできてください。ちょっと長いですが興味を持って読める内容だと思います。筆者の主張については皆さんの間でも賛否が分かれるかもしれませんね。学生は来週の試験までに何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます。一番男の人と女の人が話しています。女の人は男の人の服が売れないのはなぜだと言っていますか 着ていないコートをインターネットで売ろうと思って、フリーマーケットのサイトに出してみたんだけど、売れないんだよ。ええー、なんでだろうね。そんなに着てないから、記事も傷んでないし、そのことは詳しく説明したつもりなんだけど。サイト見てくれるこれなんだけど。お、いろんな角度から撮った写真を載せてるし、説明も丁寧でわかりやすいじゃない。うーん、ただ、そうだね。 今、これは買わないかな。え、これから寒くなる季節だし、ちょうどいいと思うんだけど。そうじゃなくて、こういう厚手で重そうなのを着たいっていう人は少ないんじゃないかな。最近は軽い素材のコートの方が人気あるから。そうか。古いけど、物がいいから売れると思ったんだけどな。女の人は、 男の人の服が売れないのは、なぜだと言っていますか二番ラジオでアナウンサーと農家の男の人が話しています。男の人は、今回の募集で、 どんな人を採用したいと言っていますか 今日は地元で無農薬野菜作りに取り組んでいる山本さんにお話を伺います。山本さんが経営されている農場では今新しいスタッフを募集しているそうですね。ええ。より多くの飲食店やスーパーでうちの野菜を扱ってもらえるように規模を拡大していきたいと考えています。そうですか。私たちは安全で美味しい野菜作りのためならどんなことも試してやるぞという心意気を大切にしています。 野菜は必ずしも好きじゃなくても、極端な話、嫌いでもいいんですよ。農業といえば体力と思われがちですが、今は機械がやる作業も多いですし、それよりも我々と同じ意気込みを持っている人に来ていただきたいですね。なるほど。専門的知識があるかどうかってことではなく、この野菜をどうしたら食べてもらえるのか、いろいろアイディアを出して多角的に考えられることが大事なんです。そうですか。 海外への進出も視野に入れているそうですね。ええ。それも見据えて、外国語が堪能で営業経験もあるスタッフをすでに採用しています。みんなで力を合わせて頑張ります。男の人は今回の募集でどんな人を採用したいと言っていますか 3番写真教室で女の人と先生が話しています。先生はどうすればもっといい写真になると言っていますか 先生、課題の動物写真ですが、うちの猫の写真を撮ってみました。でも、なんかインパクトに欠ける写真になっちゃって、見ていただけますかうーん、色合いは鮮やかですね。猫の毛の色と背景とのコントラストが効いています。背景に余計なものが映ってないですし。はい、そこは自分でも心がけてみました。それに、フラッシュを使わずに、 自然の光を使ったのもなかなかの判断でしたね。いい出来ですよ。でも、猫の表情が今一つで、どこにでもある写真というか。うーん。構図を工夫することによっても感じは違ってきますよ。例えば、今カメラは上から全体を見下ろす角度で構えていますよね。これを猫と同じ高さまで下げ、ぐっと顔に近づけるんです。ああ そうすれば表情が生き生きして見えますね。なるほど。今までは対象全体がフレームに入っている方が躍動感が出ると思ってました。もっといい写真になると思いますよ。先生はどうすればもっといい写真になると言っていますか 4番テレビであるお菓子会社の人が話しています。今までの商品が売れなかった一番の理由は何だと言っていますか 私は営業の担当になるまで商品が売れないのは売り方が悪いからだと思っていました。しかし営業になって初めて、ああ、これは売れないなって。商品の包装の色が店頭で生えてないんですね。それで、あいあいまんじゅうというお菓子を発売した時に包装紙を真っ赤にしてみたんです。もちろん商品名も良かったんでしょうが、 それだけではあそこまでは売れなかったと思います。味だけでも勝負できないですしね。今までの商品が売れなかった一番の理由は何だと言っていますか 5番男の人と女の人が話しています。男の人は会社の新しい方針をどう思っていますか 聞いたうちの会社も来月から残業をしない、させないっていう方針にするらしいよ。え、本当念願の定時退社、ようやく実現ってわけね。よかったわね、田中さんも。毎日残業で疲れが取れないって言ってたものね。うーん、まあね。そりゃ、早く帰れるのは嬉しいよ。でも、残業なしってことは、残業手当がなくなるってことでしょ 厳しいな経済的には。南の島でダイビングっていう夢は、今年は諦めるしかないね。そうなんだ。でも、時代の流れは、仕事と生活の調和。よく働き、よく休めよ。うん。そうだけどね。まあ、あ僕の場合は、よく働き、よく遊べ、かな。遊ぶには、まず先立つものが。必要でも、遊ぶためにも。 まず健康じゃない男の人は会社の新しい方針をどう思っていますか六番。 テレビで解説者がマラソン大会の結果について話しています。解説者は優勝した選手は何が良かったと言っていますか 今日の木村選手の優勝は劇的でしたね。前半はずっと先頭集団が速いペースで走る中、木村選手は少し離れた第二グループにいましたよね。今日は途中から予想よりも気温が上がったので、ペースを維持するのは大変だったと思います。終盤、足が重くなり、ペースが落ちた選手が多かったんですが、木村選手はどんどんペースを上げて、前の選手を抜いていきました。レース後のインタビューで、 暑くなることを予想して最初はペースを抑えていたと言っていましたが、その作戦が当たりましたね。解説者は優勝した選手は何が良かったと言っていますか 7番町の電気店を経営する父親と一緒に働いている娘が話しています。娘は店についてどのように改善した方がいいと言っていますか お帰り、商品販売の研修はどうだった勉強になった。うちの店でできそうなこともあったよ。商品の販売には4つの要素があるんだって。えー、っと、時期、数量、価格、場所を考えて売るってこと。ああ、時期っていうのは、扇風機なら夏、暖房器具なら冬っていうようなことだね。うん。うちも季節ぐらいは意識してたけど、例えば、 引っ越しの多い時期には洗濯機や炊飯器とか、新学期には電子辞書とか、もっと細かく時期に合わせた商品を揃えたらいいと思う。ああ、そうか。あと、数量っていうのは、売れる見込みとか在庫のスペースを考えて管理できる量の商品を仕入れることだって。この点は、これまで通りで問題ないと思うけど。そうだな。で、価格だけど。 うちは大型店なんかに比べると少し高めだよね。うん。ただ、単に安ければいいわけじゃないって。うちは年配のお客さんも多いから、多少高くてもアフターサービスをつけた方が喜ばれるし。これは四つ目の場所にも関連するんだけど。場所っていうのは地域性だね。この辺は高齢者が多いから、うちでは操作が簡単な機種をもともと揃えてるよね。うん、そうだよね。 娘は店についてどのように改善した方がいいと言っていますかここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。 それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 1番建築事務所で男の人と女の人が話しています小林さんどうこの間契約したお客さんの家の設計進んでるそれが困ってるんです家のイメージがまだ固まっていらっしゃらないみたいで具体的に決めようとしてもなかなか話が進まなくてうーん,うーんじゃあ例えば小林さんは どんな朝ごはんを食べたい普段食べているのじゃなくて、理想の朝ごはん。え、突然ですね。そうですね。和食がいいです。白いご飯と味噌汁に焼き魚とか。それを、どんな部屋で食べたいうん。朝日をたっぷり浴びながら食べたいですね。食卓は、大きな窓に面した場所にあるといいですね。緑も見えると最高だな。 あ、そうかうかん、ちょっと角度を変えた質問を投げかけてみるともっと具体的に考えやすくなるんじゃないかななるほどありがとうございます男の人は何について話していますか ?1 客の希望を聞き出す方法 S 2, 2 <S 理想の家の条件3食事をする部屋の設計4新しい家で食べたい朝ごはん 2>, 2番 テレビで女のアナウンサーがリンゴ農園の男の人にインタビューしています。こちらの農園のリンゴは品質の高さに定評があり生産量も安定していると伺いましたが何か特別なことがあるんですかやっぱり一番は天候でしょうね。一年の平均気温が10度前後、年間降水量が少ないといったリンゴ栽培に適した条件を満たしてるんですよ。なるほど。でも、 そういった天候の場所は他にもあると思うんですが。あとは、ここの土地ですね。砂利や砂の混じった土壌なので、リンゴ栽培に向いてるんです。うちは、そういう条件が整った山の斜面を、広い面積で持ってるっていうのはありますね。なるほど。リンゴは作りすぎると価格が下がるし、量が少ないと需要に応えられない。ビジネスとして考えると、 なかなか計画通りにいかないのが難しいところです。うちでは栽培技術の改良にも取り組み、さらに安定した量が出荷できるようになってきました。男の人は何について話していますか ?1。この農園の歴史。2。 この農園の将来の経営プラン。3。リンゴ栽培の新しい技術。4。リンゴ栽培がうまくいっている要因。3番。 テレビの情報番組で女の人が話しています。睡眠は記憶に似ているとよく言われます。覚えていなければならないことはすぐ忘れてしまうのに、忘れたいことはなかなか忘れられない。眠ってはいけない時には居眠りしそうになるのに、眠らなくてはいけないと思うとどんどん目が冴えてくる。こういうことはよくあることです。 でも実は目を閉じて静かにしていればそれだけで体を休めることができるのですですからことさら眠る必要はないのだと気持ちを楽にすることが重要なのですそうしていると不思議と眠くなるものなんですよね女の人はどんなことについて話していますか 1, 1. 記憶力を高める方法について。<S 2. 2 <S 記憶力と睡眠の違いについて。3. 睡眠を促す工夫について。4. 睡眠を妨げる環境について。 4番テレビで大学の先生が話しています私は海沿いのカニがよく採れる町で生まれ育ちましたカニの生態にも興味を持ちましたが港の缶詰工場で大量に廃棄されるカニの殻を見て有効利用できないかと考えるようになりましたカニの殻の主成分には傷を治したり皮膚を健康に保ったりする効用があります ただ、水に溶けにくいことが難点で、薬などへの利用は実現されていませんでした。私は試行錯誤の末、殻を煮て不要な成分を取り除き、細かく粉砕することで加工できるようにしました。現在は企業と協力して、薬や化粧品など様々な製品への利用法を研究しています。今年はカニの収穫量も多いので、研究も進みそうです。 先生は何について話していますか 1, ?1 カニの缶詰を作る技術 2, 2カニの殻の成分の活用3カニの生態を調査する難しさ4カニの収穫量を高める研究 5番。テレビでサッカー選手が話していますええー、私はこの度、現役生活に終止符を打つことにいたしました。昨年、試合中に負傷してしまい、大きな手術を受けました。必死のリハビリが実って、今シーズン終盤には何とか試合に出場することができ、最後はチーム悲願の優勝を果たすことができました。 チームとしては最高の結果を得て、この上ない感動を味わいましたが、個人的に満足のいくプレーができたかといえばそうではありません。自身が納得のいくプレーができなくなった以上、今後継続していくことは難しいと感じました。怪我をして辛かった時に支えてくれたファンやスタッフの方々、チームメイト、そして家族には感謝の気持ちでいっぱいです。 サッカー選手は主に何について話していますか ?1、怪我が治って復帰できた喜び <S 2, 2、優勝した時の感動3、引退を決意した経緯4、選手を支える人々の大切さ 6番ホテルの経営会議で女の人が経営の改善について話しています宿泊客が減少し業績が落ち込んでいる今経営の改善が必要ですそこで提案したいのがホテル内にある直営レストランの見直しですこのレストランは朝食時以外はほとんど客の利用がなく維持費ばかりかかり経営の負担になっております レストラン改装などによる客の増加に期待するよりも、飲食専門の会社と提携し、経費を抑える方が得策だと考えます。例えば、1階のレストランをファミリーレストランに委託し、宿泊客には朝食クーポンを渡してそこを利用してもらうというのはどうでしょうか。これなら、直営レストランがなくともサービスの低下にはなりませんし、委託先にとっても、ホテルの利用客が確実に自分の店の客になるので、 双方にメリットがあると言えます。女の人は何を提案していますか ?1。レストランの改装。2。2> 直営レストランの設置。三、飲食専門の会社への業務委託。 4宿泊客へのサービスの改善問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてください それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番うーん、むしゃくしゃする。一 えそれは残念ね。二。うん、そんなことはないよ。3。何どうしたの 2>, ?2 番。恐れ入ります。劇場内でのご飲食はお控えいただけますか一。 はい、すみません。2>, 2。ええ、どうぞ。ご遠慮なく。3。劇場の中ならいいんですね。3>, 3番。また休日出勤なんて冗談じゃないよね。 1。1> もう、冗談もほどほどにね。2>, 2。本当休みでよかった。3。ああ、約束キャンセルしなくちゃ。4番。田中部長、今度のプロジェクトのことで、 田中部長にご意見をいただけたらと思うんですが。1。うん、構わないよ。何 2>, ?2。まだ何も言ってないよ。三、ぜひ聞かせてほしいな。五番。 新しく入った加藤さんってテニス昔やってただけあるよね。1, 1期待してたほどじゃないってこと ?2, 2テニス始めたばっかりなんだね。3経験があるとやっぱり上手だね。 6番、どうでしょうお客様、そちらお気に召しましたか ?1、1> すぐ気がついたわ。2>, 2、とても気に入ったわ。3、ちょっと気に触ったわ。 7番。この辺、コンビニの一軒ぐらいあっても良さそうなものなのにね。1。確かにこんなとこお客さんめったに来ないよね。2。2> 人通りも多いのにどうしてないのかな。3>, 3。一軒だけだからこんなに混んでるんだ。 8番。これ、新しい企画なんだけど、会議通るかな ?1。じゃ、それは問題ですね。2>, 2。いや、いい問題ですよ。3。3> うん、問題ないですよ。 番最近うちの店によく来るお客さん何かにつけて文句言ってくるんだよ。1, 1その人同じことを何度も言うんだね。2, 2え、例えばどんなことを言うの ?3 へえー、どんなものをつけてくるの 10番新しく始まったドラマ見たなんだか設定がありきたりだと思わない ?1 確かに今までにない面白い設定だよね。2, 2そうだね、目新しい感じはしないよね。3, 3もうちょっと普通の方が良かったよね。 11番、こないだ頼まれたマニュアルの翻訳、来週ならできなくもないよ。1、来週はどうしても無理 2>, ?2、じゃあお願いできる ?3、3> それで最近忙しそうなんだね。 12番山田さん、この仕事山田さんが手伝ってくれなければ今日中に終わらなかったよ。1, 1お役に立てて何よりです。2, 2お手伝いできればよかったんですが3終わらなくて残念でしたね。 13番この料理二人分にしちゃ物足りないよね。1, 1うん、食べた気がしないね。2, 2一人分で十分だったよね。3ほんと食べきれないよ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。会社で上司と社員二人が話しています。今度を開催する異文化理解の研修ですが、参加者間でのディスカッションの時間が多いですよね。本題に入る前に、 何か活動を入れたいんですが、アイデアはありませんかああ。今回は全国の支者から集まってもらうので、初対面の人が多いんですよね。冒頭の自己紹介だけで打ち解けて、自由に意見交換するのは難しそうですね。先日、私が個人的に参加した研修では、最初にその場でできる体操をしました。体を動かすと緊張もほぐれて、その後スムーズに意見交換できました。 リラックスできるのはいいですね。今回の研修会場の広さだと動き回ったりはできないでしょうけど。うーん。楽しんでできるものがいいですよね。クイズをいくつかするのはどうでしょうか参加者をチームに分けてチーム対抗にすると盛り上がると思います。いきなりチーム対抗でっていうのはちょっと唐突な感じがするかもしれません。それよりも参加者同士で 共通点を探し合う活動などはどうでしょうお互いに質問し合って時間内にできるだけたくさん見つけるんです。自己紹介の後の流れとしても自然だと思います。相手を知るっていう意味では研修の趣旨にも沿ってますね。クイズは趣旨に沿った内容を準備するのは時間がかかりそうですね。そうですね。あとは、 参加者全員の名前をその場で覚えて言うっていうゲームをやったことがあります。これも盛り上がりますよ。そうですね。ただやっぱり単に緊張をほぐすとか盛り上がるっていうものより研修内容につながるものにしましょう。研修会の冒頭でどんな活動をすることにしましたか リラックスできる体操。2, 2チーム対抗のクイズ。3参加者同士の共通点を探す活動。4参加者の名前を覚えるゲーム。 まず話を聞いいてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます「テレビのニュースを聞いて」 女の人と男の人が話しています。緑市では来月2日、市長選挙が行われます。今回の立候補者は4名です。まず、現職の田中雄二氏。再選された場合は、高齢者の介護事業に引き続き力を注ぎたいとのことです。次に、山田恵里子氏。スポーツ環境の整備、心理相談室の開設など、 市民の心身の健康増進を図る考えです。続いて、鈴木晴美氏。保育園の整備、子供の医療費無料化を実現し、少子化対策に取り組むとのことです。最後に、石井和夫氏。郊外の住宅地と市街地を結ぶ公共交通支援事業を実施し、生活しやすい街づくりを進めるとの考えです。市長選、もうすぐだね。 私、昨日駅前で、候補者の演説を聞いたよ。あの、市民の健康のための事業を進めるっていう人、話が具体的で意義もよく伝わってきたよ。老朽化した運動場の整備とか、カウンセリング窓口の設置とか。へえ、直接聞くとよくわかるってことあるよね。他の候補者の話も聞いてみたいと思ってるんだ。保育園関係の政策が気になってて。そっか。僕は、 祖母が町から少し離れたところに住んでるんだけど、市街地のスーパーや病院に車で送り迎えしてほしいって頼まれることが多くて、祖母がよくバスがないって不満言ってる。だからその政策を掲げる人を支持したいんだ。そうなんだ。高齢者人口も多くなってきてるから、いろんな支援が必要だよね。質問1。 女の人は、昨日、どの候補者の演説を聞いたと言っていますか質問2男の人は、どの候補者の政策に期待していると言っていますか you <laughs>